長のともみです。今日は羽田空港の中でビーガンの方もベジタリアンの方もお食事が楽しめるお店にご案内したいと思います。ここはですね、羽田空港国際線の今4階にいます。で、4階の一番フロアの端っこ、こちらに行きたいと思います。まあ道なりにね、こういうボードもあるので、あ、今日行くのはここです。モスカフェ、こっちです、こっちです、こっちです。さてさてさて、ちょっと今工事中なんですけれども、こういう風にお店が何軒か並んでいる中の右から1、2、3、4店舗目、4店舗目にモスカフェがあります。さあ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 、はい、お店が見えてきました。ではこちらで早速メニューのご紹介からしたいと思います。はい、はい、今日は羽田空港にやってきています。今日のお昼は、羽田空港の国際線ターミナル4階にありますモスカフェでご飯を食べたいと思います。こちらは日本のハンバーガーのチェーン店なんですけれども、なんとなんとなんと、メニューにこの茶色い丸ポチがついているメニューはお肉ではなくソイパティに変更をすることができます。ということで、私は今日このモス野菜バーガーというハンバーガーをお肉ではなくてソイパティに変更していただきたいと思います。では早速注文してきます。お腹ペコペコ、行ってきます。はい、では注文していたハンバーガーが届きました。こちらがソイパティに変更をしたベジタリアンの方でも食べていただけるハンバーガーになっています。見ていただけると分かるんですけれども、これがソイパティですね。お肉から変更したソイパティになります。で、今日はポテトセットで、あとアイスティーをセットにしています。ではまずハンバーガー、ちょっと一口食べてみたいと思います。パンは普通のパンですね。そこにレタスとトマトとソイパティ入ってます。ではいただきます。おいしい。あのお肉とはやっぱり食感が違うんですけれども、大豆を使ってる感じは全然なくって、臭みもないので、どなたにも食べていただけると思います。すごい鶏肉に近いような食感と風味がします。おいしい。ぜひモスカフェに来たらソイパティに変更して、ベジタリアンの方もご飯楽しんでください。ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。